コートニー・リーは、アメリカ合衆国、インディアナ州インディアナポリス出身のバスケットボール選手。ポジションは、シューティングガード。196センチメートル、91キログラム。ウエスタイケンタッキー大学でプレーしたリーは、過去にデレック、フィッシャーなどが受賞した、サンベルトプレイヤー・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。そして、同大学での通算得点歴代1位で大学のキャリアを終えた。 これは、ジム・マクダニエルズが、かつて記録した2238ポイントと同数で、ある。さらに、フリースロー成功率で81.6%、3ポイントシュート成功率で40.1%という、高記録を残している。リーは、豊作と言われた2008年の NBA ドラフトにおいて、全体22位で、オーランドマジックに指名された。 その年のマジックはセンターで、エースのドワイト・ハワードを中心に、ラシャード・ルイスやヒド・ターコルーといった有力選手を揃え、充実した戦力を誇っていた。それゆえルーキーのリーに出場時間が与えられるかは疑問であった。しかし徐々に頭角を表したリーは得点力を買われ、先発に大抜擢された。プレーオフにおいても、彼の存在感は衰えず、一回戦の フィラデルフィアセブンティシクサーズとの第1戦で18ポイント、第2戦ではチーム最多の24得点を記録するなどして活躍する。しかし、第5戦でチームメイトのハワードの肘打ちを鼻にくらい、第6戦を欠場するというハプニングに見舞われた。この影響でボストンセルティックスとのカンファレンスファイナル以降、リーはデトロイトピストンズのリチャード・ハミルトンを彷彿とさせる。 フェイスマスク姿でプレーオフを戦うこととなった。チームは NBA ファイナルまで進出し、リーはロサンゼルスレイカーズのエースコービー・ブライアントとマッチアップし、ディフェンスで苦戦を強いられる。第2戦では、第4球残り0.6秒で同点という場面で、ターコリーからのインバウンドパスを空中でキャッチし、直接レイアップシュートを放ったがこれを失敗し、 オーバータイムの末チームは敗れた。結局チームは1勝4敗で敗れ、マジックは優勝を逃した。決めれば1勝1敗のタイに戻せたこのプレーは、このファイナルにおいて象徴的なシーンとなっている。シーズン後、ビンス・カーター、ライアン・アンダーソンとのトレードで、レイファー・アルストン、トニー・バティと共にニュージャージー・ネッツに移籍した。移籍初年の2009から10シーズンは、 出場時間が大幅に上昇し、平均12.5得点3.5リバウンドの成績を残した。シーズン後、またもトレードでヒューストンドケッツに移籍した。2012年7月、サイントレードでボストンセルティックスに移籍した。2014年1月7日、ボストンセルティックス、メンフィスグリズリーズ、オクラホマシティサンダーの三角トレードによって、 メンフィスグリーズリーズに移籍した。11月13日のサクラメントキングス戦、第4級残りわずか0.3秒で1点ビハインドという場面で、ビンスカーターからのインバウンドを空中でキャッチし、そのままリバースレイアップで逆転のブザービー,イーターを見事に決めた。2016年2月16日、マイアミヒートなどが加わった三角トレードで、シャーロット・ホーネッツに移籍した。 2016年7月2日、ニューヨークニックスと4年契約を結んだ。2019年1月31日、クリスタプス・ポルジンギス・ガラミの大型トレードにより、ダラス・マーベリックスに移籍した。ありがとうございます。